サンデー版の8巻が出ましたね。あらすじ紹介と考察をしたいと思います。ご来館ありがとうございます。漫画担当ショホのムクトリンです。先日発売された薬屋の独り言サンデー版8巻の考察をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。前巻ではマウマウにつきまとっていた羅漢の正体が明らかになりましたね。そして先日発売されたサンデー版の8巻、西方から現れるキャラバン、猫のマオマオや新たなキャラクターシスイも登場しますね。今回は新刊8巻の簡単な紹介と新たな考察をしていきます。これが気になった私はこう思うなどあればぜひコメント欄で教えてください。 1.7 巻のあらすじ。サンデー版7巻を簡単に振り返ると、マオマオの父親だったのは羅漢であることが明らかになりますね。マオマオは無茶振りされて青いバラを作ったり、将棋の名人である羅漢と将棋を賭け将棋を打ったり、結果羅漢が次女を一人身請けする。いつもながら明確に明かされる箇所は少ないですが、どうやらこの次女マオマオの母親のようでしたね。なので7巻は比較的高級ミステリーというよりはマオマオの身上話がメインでした。さて8巻は一体どうなるのか。 2.8 巻のまとめ。そして発売されたサンデー版の8巻、まだしっかり比較はできていませんが、おおよそ原作小説と比べると、見送りの舞、書、キャラバン、紅油の4つになります。これ、原作小説で言うと、第2巻のラストと、まあ、3巻の冒頭、3話分ぐらいに相当します。見送りの舞では前回で、身請けをされた李女を見送るため、マオマオが舞を踊る話、そして、人士が見てしまった悪夢の話、書では、高級の女官たちの中間で物語が流行り、文字を勉強する話と、猫、そして新太郎の止水が初登場しますね。キャラバンでは猫の話がまだ続きますが、猫には盗賊改めマオマオという名前が付けられます。そして最後の紅油では、どうやら大将から持ち込まれた紅油が妊婦に悪影響があり、何やら陰謀の香りがするぞ、というところで8巻は終わります。7巻と比べると、また次の大きな謎への準備期間みたいな印象の8巻ですね。今回は8巻の中でもいくつか気になる場所を紹介します。3、人士の夢、石の謎。第30話、マオマオの見送りの舞の後、人士が謎の悪夢を見ます。ここ、一切セリフがないので難しいシーンなんですけれど、人士が幼い頃が描かれます。謎の老人が人士に声をかけようとして、女性が現れ、っていう風に気まずそうな顔をする。で、さらにそこに老婆が現れ、女性は憎しみを込めた顔で老婆を見る。老人は老婆にもかなびっくりで、そして謎の不思議な色の石を老人が落とすというシーンです。いやね、正直、この謎のシーンはね、解釈が難しいんですよね。一応なんか、その後テロップで、まあ、老人が父親、老婆が祖母、そして、兄だと思っていた男は父だった。という風に書かれるんですよね。で、まあ、人士の立場っていうのが、一応まあ、最初はただの宦官だよっていう形で出てきて、途中で、あ、どうやらこいつは皇帝なんじゃないかと。帝の弟なんじゃないかと。で、最近、なんかどうやら違うようだぞみたいなシーンだったんですけれど、まあ、兄が父だった。で、描かれているのが、まあ、明らかに皇帝のね、後ろ姿なので、つまり、人士は皇帝の弟、皇帝ではなくて、王子だったということが、まあ、ある意味ここでかなり明確にさらされますね。老人が祖父ということは、まあ、その老人っていうのは先代皇帝に当たりますよね。で、老婆が祖母と言っているので、まあ、これはなんかこう、その当時の女王陛下だったということかと思います。でね、出てくるお姉さんが一体どういうポジションなのかも、ちょっと今までのサンデー版ガンガ版読んでる限りだと、あんまりピンとこないですね。小説とか読んでると、まあ、この先が描かれてるので当然わかるんですけど。そして、まあ、これね、微妙にね、まあ、原作版、いわゆる小説版とは微妙にシーンが違っていて、なんかね、マリを転がす人士がいるんですけど、転がすの順番がね、前後していたりとか、まあ、結構やっぱね、漫画ならではだなって思うのが、こう、この老人が、ふっていうのか、ビクッとした顔とか、なんかその、おばあちゃんに連れられて、ビクビクしながら帰る様子とか、
まあ、こう睨みつけているお姉さんの絵とか、そういうのがね、小説だと当然文字で描かれてるんですけど、やっぱり絵で描かれると結構いろいろと含むものがあるな。そして、まあ、そこに出てくる人たちのね、関係性だけだったらともかく、なんかね、最後石を落とすんですよ。で、この石は何だったのかよくわからないと。サンデー版の漫画だと、まあ、なんか不思議な色をしたって表現がされていて、これあの小説版だと、茜色、もしくはウコン色、ウコンってあの、うっそうのうつに、金、金色のコンなんですけど、まあ、ウコンの力とか、ね、植物の黄色い、まあ、金色みたいなもんでございます。だからね、まあ、なんか赤色から金色っぽい謎の光を放った石を、あの、いわゆる、先代皇帝陛下がポロッと落とすのは一体何なんだっていうのが、ここのね、最大の謎ですよね。何かしらか、まあ、渡そうとしたのであれば、何かの証とかね、よくそういうのがあるのかなと思います。ただ、あんまりファンタジーの世界でもないので、そういう何かこの魔石みたいな感じではないのかなというふうに思いますね。4。キャラバンの謎。高級に現れたキャラバンですが、ここにも気になる点が2つ。1つは、玉葉妃の贈り物。普段だと、帯を腰で結ぶタイプ。ちょっとね、こちらに載せていますけれど、今はね、妊娠中なので、まあ、そのうち締め付けない方に、やっぱお腹の赤ちゃんをね、締め付けると良くないので、締め付けない方にするのですが、まだ、いわゆる公開されていないのに、締め付けない方を送られてきます。つまり、妊娠していることをね、キャラバンが知っていると、大丈夫か情報統制という感じなんですけれど、そして、高級で出回る香油。これがなんと、妊婦に悪い影響を与えるというお話です。まあ、ここもね、いろんな謎が散りばめられているんですけど、まずもってどこからその妊娠の話が漏れたのか？もちろん、高級の中で、玉葉妃の妊娠話っていうのが、どのくらいの人がね、知っている前提なのかっていうのが描かれてないんですけど、まあ、園遊会をね、ちょっと人に断る名目で避けたりしていることから、まあ、基本的にはおそらく他の上級妃とかにも漏れてないようにしてるんだと思います。となると、まあ、つまりね、今いる玉葉妃の侍女たちの中、まあ、もしくはそこに出入りする人種とか顔順とか含めた人たちの中に、その情報を漏らした人がいる。まあ何かしらかね、裏切り者的な気配が、もしかしたら今後来るかもしれませんよね。まあ、純粋になんかチラッと見られたとかそういうのじゃないかなと思ってますが。そして、商人のね、目的がよくわからんんですよね。一応だってオフィシャルには、公式には妊娠してないというのに対して、なんかこう、妊婦用の服をあげるって、いやー、上級さん、私たちは妊娠してることを知ってますよ。これからもいい商売続けさせてください、みたいな。そういうちょっとこう、僕ら賢いぜ知ってるぜアピールなのか。で、もしそうだとすると、その後の交友の話に繋がらないんですよね。つまり交友を、ばらまいて、なんか妊婦に悪影響を与えるって、完全になんかね、敵国とか悪意の塊じゃないですか。逆にそれが目的なんだったら、そんなわかりやすく妊婦用の服なんて渡すのよって話なので、これ情報がまず漏れてるという話に加えて、漏れた先の中に、別にそれを敵だとも味方だとも思ってない、ただの商売敵の商売っぽい人もいれば、明確な悪意を持ってね、攻撃している人がいるっていうところが、ここの怖いところかなと思います。そしてね、過去のまあおしろいのやっぱ話もちょろっと出てきました。おしろいを入れたのは何かしらかのそういう策略だったんじゃないかみたいな。いやー、なかなかドロドロしてますよね。現状、このマーモンたちの国っていうのは敵国みたいな描写がないんですけど、これは何かしらかやっぱ他の妃の先駆けなのか、敵って話は描写は出ていないんですけど、これは他の妃からの差し金なのか、いや、それともなんかこう、マーモンたちの国が支配している国なのか、ね、敵国なのか、まあいろいろな説が考えられるかなと思います。これね、続きもまた気になりますよね。ということで、8巻の紹介と考察でした。次はガンガン版の8巻ですかね。話の進みとしては結構離れているので、また楽しみですね。実はこうだったんじゃないか、これが気になったなどあれば、ぜひコメント欄で教えてください。本日の空想図書館はここまで。ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。漫画担当ショホのムクドリンでした。また次のご来館をお待ちしています。